にゃんにゃんにゃん、ワンチャンネルの和樹でーす。シュマンです。はい、本日は僕たち2人です。イエーイ、お願いします。はい、今回の企画ですけど、YouTuber っぽいことをやってみたいっていうことで、もうすごいですね、この鳴り火が見えてるかわからないけど、こちら、ででん生わさび1本使い切るまで帰れませんイエーイ。わさび好きですか？僕は一応かける方ではあるんですけど。ん？何の方？あの、かけもう合わないものが明らかにありますね。はい、合う合わないはね、いろいろあると思うんですけど、ちょっとね、いろんな食べ物に合わせながら今回食べていこうかなと思います。僕わりかしわさびは平気な方なんだけど、こういうことやったことないから、お刺しは絶対わさびがないし、お刺しは絶対ワクワクしてる。結構な量あるからね、すごい、本当にちょっと食べていきたいと思います、はい、言ったら マスタードに近いイメージ、自分は。え、マスタードな味が、わさびが。そう、違うよ。じゃあ早速食べていきましょうね、はい、じゃあまず安定のね。安定だ。はい、こちら寿司系だね。スモークサーモン開封しました。今開けました、新品です。はい、じゃあしもちゃん、はい、1個持って。何を持つか。これサーモン。あ、これは。はい、うわ、ブリブリ。これくらいでいいんじゃない。はい言うて、これ醤油なかったらきついと思いません？醤油ないスモークサーモンで。でもスモークサーモンってさ、大丈夫だよ。ちょっとじゃあ俺も、まあ、まずはこれが基準になるわけですよ。これくらい。じゃあこれが基準。いただきます。いただきます。うまっ。まあ全然気づくない。え、むしろ、え、むしろうまくないですか？もっと欲しいぐらい。うまい。これはあっという間ですわ。っていうかさ、マジ速攻でなくなりそう。うん、これはあっという間です、本当に。じゃあちょっとお母さん挑戦してみるね。いった、いった。ちょっとなんかちょっとだけ多め。うん、ちょっと多めに取っちゃったんで、多めに一回いきます。待って、想像以上だった。で、いきます。はい。ダメだ。沖縄思い出してきたでしょ。なんか流れてこない？晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔。おにぎり。まあ一応基準としてはスモークベーコンは割といけました。スモークサーモンな。あ、スモークサーモン。グラ醤油漬けですね。はい、僕は紅酒わかめ。ご飯にわさびだから、お寿司は。これも合うと思うよ。おいいね。トゥルッと、トゥルッと。もう全然、もうさっきの割合に比べたら、お楽しみ、楽しみですね。いただきまーす。ちょっと待って。今の来た。待って、でもうまい。めっちゃうまい。うまい？すごいうまい。これうまいね。これはむしろ逆に、つけた方が美味しいわ。わさび、すごいうまい。わさびの甘さと辛さがいい感じに。これは美味しかった。美味しかった。うん。ちょっとイレギュラーいってみようよ。いやー。香りチーズカレーパン。どうだろうね、これ。チーズとわさびは聞いたことない。果たして。上手わさびってね、マスタードに近いから。違うよ、絶対。絶対違う。果たして、いただきます。なんかさ、ん？カレー強すぎません？カレーが強すぎる。カレーはわさびを消した。カレーパンで置いて食ってわさび入ってて気づかない。気づかないね。すごい、カレーは消すんだ、うん、わさびを。カレーは、わさびはカレーを消した。今のところうわ、まずってないね、うん、全く。じゃあリンゴ、リンゴいってみましょう。来ましたね。フルーツもしかしたら合うかもしれないから。まあ、一応プリンと醤油でウニとかありますもんね。うん、いただきます。いただきます。痛い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 。でもさ、リンゴの酸味と甘みが綺麗にわさびを消すよね。頑張ってる感はすごいある。すごい。これもでもいける。でも量的な問題も一部。今日お客様のサトシさんからいただいたね。ありがとうございます。サトシさん、サトシさん、ありがとうございます。ガーナのチョコレート、キャネティさん、キャネティさん、キャネティさん、いただきますか。からいただいた、じゃあブラックサンダー、これそれぞれにつけていきましょう。でももうさ、見て絶対これまずいっしょ。抹茶、抹茶アイス。はい、チョコレート対決、いってきます。いただきます。いただきます。抹茶、もうやばい。もう一個。ダメだ俺。こ
っちは食べよう。まずっ、まずいわ。ちゃんと喧嘩してる。うん。本当に喧嘩してる。なんかさ、独立してるよね。不愉快。不愉快です、今。じゃ、ちょっと次、当たり枠。マグロたたき。これは、味がご想像できるぐらい。だって、わさび入ってるもん。こん中にも。ただ、美味しく食べたら、あれなんで。わさびが入ってるってことは、多いんだ。うわー、多すぎ。こちら。やばそう。待って、これ一口いこうね。続き入れます。一応化け物ですね、今日。いただきます。せーの。うまいわ、うまい、うまい。うん、うん、きたきた。うん、うん、きた。あー、やっぱ最高だ。最高だね。で、ちょっと次、中華に行ってみましょうか。中華肉まん。それは、そのマスタードの代わりになるんじゃないかと。からしでしょ。はい。あ、からしだ。僕はからしの代わりになるんじゃないかと思って。これ意外といけるんじゃない。どうしよう、自分はもうむしろ美味しく見えてきた。ね。わさびが美味しく見えてきた。いただきます。いただきます。あ、待って。うん、あ、お、すごい性格の悪くなった肉まんって感じがする。なんかいきなり攻撃してきた。からしじゃなかったよ。痛かった。痛かったよね。そしてシモも、あ、マックでででん。ベーコンレタス。ベーコンレタスバーガー。そして BLB です。ダブルチーズバーガー。ナゲット言ったらもうナゲットとかにもマスタードってありますしね。なんか気分的には落ち込みます。いくよ。いただきます。いただきます。これとは僕が好きじゃない。ちょっとナゲット食べてみて。じゃあ逆交代します。交代してみて。あ、え？美味しいよね。僕に好きです、こっち。ポテトはなんかよくわからない味がしました。このまま食べたい気持ちでいっぱいですね。ねえ、多くない？ベーコンレタスバーガーインわさび。チーズバーガーインわさびです。いただきます。いただきます。あ、うんうんうん、あっ。わさびの味が消えたと思ったら、ベーコンレタスバーガーが来るだけの。あ、ダブルチーズバーガーだと思った後にわさびの辛さが来る。合わせるべきではないですね、これは。うん、次、変化球来ましたね。クリームパン。でも、もうゴール見えてきたよ。クリームわさび。いただきます。いただきます。あれ、でも、あれ、わさびの味した？これ発明かもしれないよ。わさびの味はしないんだか。あ、でも、あ、自分はちょっとバチバチな感じがもう見えてる。3人グループで2人が喧嘩してるのをこう見てる感じですね。まあ、クリームパンはクリームパンが美味しいね。こちら、お母さん食堂豚玉チーズダブル510円、カッコ税抜き。どう思いますか？俺は美味しくなると思うんですよ。そうだね、これはね。これがラストですね。これがラスト。あっという間でした。2人だとあっという間ですね。ね。もう早く食べたい気持ちが。止まらないですか？食べた、止まらない。ロマンティックが止まらない。食べたい。食べよう。いただきまーす。いただきます。伸ばしました。いただきます。うん。あ、うまい。マジうまい。うん。俺は大好き。わさびあった方が美味しいかもね。後味がすごいすっきりする。美味しいこれ。あ、うまいこれは。これは革命が。1個起きました。また起きました。なんか今日さ、罰ゲームな感覚でやろうと思ったんだけど、うん、結構ただのご褒美企画だった。当たりをだいぶ引いちゃったね。なんかどれもこれもね。美味しくなかったのは、うん、チョコレートと、チョコレートはまずい。リンゴは、リンゴもまずい。うん、なんかわかる。マイナスしてるだけなイメージ、うん、クリームパ ン甘い系だ全部。そうだね、やっぱ甘い系は美味しくないんだね。あと衝撃だったのは肉まん。うん、なんかわさびを強化したよね。なんかいきなり超わさびって感じだった。すごいわかる。すごかったよね。なんかすごかった。すごかった。辛いになりました。じゃあね、この後はこれを全部食べなきゃいけないので、俺たち。いただきます、ね。ありがとうございます。どうでした、わさびチャレンジは。あ、もう自分の予想をハックに超えて、うん、こうおすすめしたい商品が。ダーって出てきて。そうだね。おすすめ、うん、何おすすめは。あ、もう最後に食べたこのお好みわさび。お好み焼きわさびは本当に美味しかった。今本当レモンとかかけても多分美味しいかもしれない。
さっぱり系なものをつけるとおすすめだったの。俺はね、ナゲットか、ナゲット、あ、ナゲット、はいはい、ナゲットか最初に食べた紅鮭わかめ。あ、わか、あ、僕食べなかったやつだ。うん、あれは美味しかった。はい、ということで今回の企画ですね、わさび1本使い切りまで帰れまてんでした意外と簡単にクリアしちゃったので、次回はパワーアップしてやりたいと思います。はい、今回チャレンジしたのはカズキとシュマでした。この動画最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。皆さんまたね、バイバイ。ありがとうございます。